続いては情報ナビのコーナーです。今回は J2 ザスパサツ群馬の話題なんですね、えー。ご案内いただきますのはアカデミーダイレクターの佐藤正美さんです。よろしくお願いします。今回は J2 の、ね、ザスパサツ群馬の話題なんですけども、開幕がね、もうすぐ控えているということで、 ここまで、まあ、少し、ね、どんな状況なのか、はいえー、開幕直前なんでねお話も伺っていきたいと思いますけども、あのーまあ2017シーズン J2 がいよいよ開幕しますけれども、えー、ザ・スパクサツ群馬の今の状況っていうのはどんんなな状況なんでしょうか、はいえー、っと1月末から2月10日までですかね、はいあのー、島原の方でキャンプを張りまして非常に先週 に聞くと、はい、まあ厳しい内容だったけど、はい、あの非常に充実したいい時間を過ごせたということでその成果としてプレーシーズンマッチでは大宮アルディジャと対戦して、うん、まあ0対1っていう結果だったんですけどもちろん課題も出ましたけどそれなりに手応えもつかんで、うんあのー、選手たちはまあ開幕前非常にいい準備できているんじゃないかなと。うんうん こういうい印象は受けてますね大宮なんかも、ね、J1 のチームで今年あの、はい、いい選手を、ね、かなり補強してるんで群馬からも行きましたけどそういう意味では、ねはい、ACL をこう狙うような、ねはい、まあそういう、えー、アジアを狙っていくようなチームと、まあ、0対1ということなので、はい、かなり手応えも、ね、あったのかなというふうふに思いましたけれども、まあ、例えば新加入選手とか、はい、こういうのはどういう感じですか今 まあやっぱりルーキー高井選手だったりとか、うん、まあ鈴木選手、はい、岡田選手あたりがまあいい動きでアピールしたようで今までいたメンバーでもやっぱり松下選手、うん、川岸選手あたりが、ねはい、きっちり守備の部分でも中心となってチーム引っ張ってるみたいなので、はい、こう,うまく融合して、はいあのー、いい形が作れてるんじゃないかなと思いますね。 群馬県民の皆さん、やっぱりね群馬県出身とか群馬に関係がある選手もね、はいはい、やっぱり頑張ってもらいたいなっていうねそういう思いもあると思うんでね、えー、まあいろんな選手いますけどもね、えー、しっかりとチェックして、ね、応援してもらいたいと思いますけれども、はい、あのちょうど今あの、今シーズンなんですけども、はい、ホームスタジアム正田しょスタジアム群馬ですけれども改修の工事をね、えー、やっているんです、で実はあの今シーズン開幕アウェー3連戦と。 いうね、ここまでには多分経験してないような厳しいスタート、ねえー、あの日程的に、ねはい、あのアウェーというのもありますけどそういう感じになりますけどその辺はどうですかまあやっぱり最初、ね、3つアウェーで戦うっていう、うん、まあ厳しさはあると思うんですけど、うんはい、逆に考えると、うん、やっぱりそこの結果次第で、うん、あのホーム開幕戦、町田、ゼルビアとやると思うんですけども、うんはい、そこにこういい形で乗り込んで。うん 帰ってこれると非常にいいスタート切れるんじゃないかなと。そうですよね。ねだから逆にこれアウェイの三連戦で三連勝してホームを迎えると多分一万人近いお客さんがスタジオに来るっいう,ね,うね。最高の形での予想されますからなかなね。まあま、ね、このまあですからまあ三連戦ですけど、はい、最初の。 えこれ、対戦がビファーレン、長崎というチームですけどね、はい、まあこれが大事になってくるのかなという感じですよね、でその後が湘南ベルマーレン、続いてが横浜 FC という、この3連戦なんですね、まあ厳しい相手ですけどね、うん、そうなんですよね、はい、ただあの、まあ、アウェーですけどね、皆さんも応援行ける方は、はい、え行って、後押しをしてもらいたいし。 えー、そういう中で、ね、今度、参戦終わってホームに帰ってくるということなんでね、えー、でそのホーム開幕戦が3月の19日で対戦相手が町田ゼルビアです3連戦厳しいですけどねホーム帰ってきてもらって、えー、ゼルビアに勝って4連勝と。 そうなると、多分首位です、<laughs> そ,ですね、その時点では、<laughs> そでね、間違いなく首位だと思うんで、<laughs> 最高ですね,、はいえー、ね選手の後押しをお願いしたいと思います、アウェー3連戦があって、その後ホーム戦ということなんですけれども、まあ、これ、勝つとやっぱりリズムには乗っていくんでね、えー、重要だと思います、それから監督、まあ、新監督を迎えて、森下監督、はい、え私もまだね、お話ししたことないんですけれども、はい、かなり厳しい監督だぞというね。はい 規律を重んじてきっちりチーム作りするようなタイプの監督さんだと思うんでみんなでクールダウンする、はい、その距離感ですとか<ー>集合した時の,この輪の大きい、小さいですとか<お>もうそういう細かい部分までううコーンの外側を走るんだったらきっちり外側を走るようにとか、ね、ラインをえるっていったらラインをしっかり超えるような,なそういう細かい部分まできっちり。 選手には伝えていわゆる規律、ディシプリンですね、言いますけど、もサッカー用語でね、そういう規律を重んじてやっていくと、逆に言うけど、そういうのを細かい部分やっていくとね、またこう、さらに自分を一つ上にね、そうですね、思うだからそういう部分で、やっぱりいろいろ気づかされてる、若手もそうですけど、ベテランの人もやっぱりいるみたいなんで。 その辺がこうシーズン通してどういう結果に現れるか非常に楽しみになってきましたけれどもであの佐藤さんがやってらっしゃるのがアカデミーダイレクターという仕事なんですね、アカデミーというかここ J リーグの、はい、株組織として、ね、あの活動してますけども。 このアカデミーの活動もちょっとね教えてもらいたいんですけど。はい、えー、っとですね、まあアカデミーで株組織は、うん、まあアンダーユハという高校生のカテゴリーから、うん、アンダーユゴっていうこう中学生年代はい、はい、でそこにはまあレディースも含まれているんですけど、はい、でアンダーユニって言いましてこう小学生のカテゴリー、うん、っていうところでまああのまあ全体で今200人ちょっと切るぐらいですかねのメンバーで、はい、あの頑張ってトレーニングしてトップチームを目指すと。はい トップチームを目指すという言<ー>いうでやってますで。佐藤さんはそのカテゴリーの中のどこの部分えです、ね、私はアンダー18の監督っていう立場で。いわゆる高校生の世代ということですね。です,ねはい、ですからそのアカデミーの中では、天、一番上の年代ですから、はい。トップチームに直結するような選手の育成が、ね、一番大事なところで。佐藤さんが頑張って育成すれば、はいはいね、その中からトップチームに行く選手が出てくる。そうですね 去年も志村俊太っていう選手が苦労してますけど頑張ってるんでぜひ応援していただけたらなと思います、えー、ですからその今、アカデミーの生徒さんいますけどもそういうアカデミーも試合見に行くとこんないい選手がいると。 最初に発見しておいて、トップチーム上がったときに、ほら来たよって、私知ってるんだねっていう形で応援してもらえると、選手も嬉しいと思いますそういう目線でもね、アカデミーもぜひ試合を見に行ってもらいたいなというふうに思いますけれども、J2 も本当にね、開幕が近づいてきたんで、頑張ってもらいたいなというふうに思いますけれども、ホーム開幕戦は3月19日、日曜日です。午後時なんですね対戦相手が FC 町田・ゼレビアというチームです、えー、皆さんもね正田松陽スタジオの群馬にぜひ足を運んでいただければというふうに思いますね、えー、今回はザスパー草津群馬アカデミーダイレクターの佐藤雅美さんにお話をいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました